演武開演。どうも、本日はシラサントリーのイナミアスパークリング有機レモンシラバでございます。ハンさんの中のニワタメンジャーグレープフルーツは結構良かったですか。なんですけど、これはどうなの。やっぱり結構さ、炭酸が効いてますね。ただ、グレープフルーツに比べるとレモンの主張は控えめで、普通のグレープフルーツ飲みやすいのではないでしょうか。まあ、自分は炭酸がそろそろ上なので、こちらの点数を差し上げます。ご視聴ありがとうございました。コメントしてあげると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。